半の立ち上がりは鹿島ポジションが続いています。かなり圧力かけて入っていますね。金崎シュートいけるか、ゴール前エリアの中でシュートへ行きました。三沢健人 J リーグ初ゴール、貴重な先制ゴールは立ち上がり早々。後半大岩監督してやったりの表情。1対0、鹿島アントラーズが先手を奪いました。背番号20番三沢健人 J リーグ、これが記念すべき初ゴール。金崎選手粘ったところ狙ってましたよね、はい、三沢選手。コンサドルの方少し受けちゃったんですよね。セカンドボール拾えてなかったですし、はい、そこしっかり川島がついてきますよね。やっぱりその立ち上がりをうまくつきました鹿島アントラーズに先制点。